大阪湾デリシャスフィッシング研究会。これ天板のポテンシャルですね。これ奥に。よし、ナイス。接地アクションしました。ちょっと風強かったんで、うん、竿をあの強く言われたのあの下に。あ、そうですね。デリシャスフィッシング研究会でございます。以前フロートメバルをですね、この動画でもやったんですけど、今日はまたそれ のさらにスペシャリストのエバーグリーンインターナショナルの豊西さんという方、豊西和則さんに今日はこれからという泉南メバルの、フロートと、プラグもいけたらなと思ってるんですけれども、ちゃんとまた一から教えていただこうと思ってるんで、早速もうちょっと先にされてるんで、こんばんは。あ、どうもこんばんは。今日はちょっと豊西さん、フロートメバルを教えていただきたいということで、はい、今日はほんまは満月ですよね。ほんまは満月、はい、もやというか雲で隠れてもやで、黄砂ですかね、はい、メバルは月ガンガンやり、ある程度、闇の方がいいんですけど、ほな今日は釣り日和、ええとは思うんですけど、本当は満月ですもんね、はい、うん、それがどうなるかっていうところですけど、今日まずタックルから、はい、ロッドがチューブラの777、まだ出てない、この4月に出てないですね。軽くて、ジグタン、ヘビージグタンから、フロートまで振れるやつなんですけどね。何グラムまで投げられるんですか、これは。18とかいけるんちゃう、20グラムぐらいいけるかな。主に何釣るそうですか、これは。アジもメアルもですけど、フロートも使えるし、はい、でちょっと、ディープなジグタンでも何グラムとか。あ、そうなんですか。77はちょっと長いですもんね。そうですね。で、今日はリールが2500番台。そうですね。はい、で、PE が0.55、はい、ちょっと太めですか。うん、どうしてもフロートをね、はい、押し寄って投げたいんで。ああ、そういうことなんですね。そうなんですよ。だから4とかの方が風の抵抗もなく、はい、いいんですけど、はい、調子どって投げるんで、はい、すごいですもんね。バチッと切れたりするんで。そうなんです。特にどんどんね、フロートが進化していって、はい、今これが 17.5 かな、はい、重たいですよね。17だから、結構なウエイトになってくるんで、はい、これジグヘッド乗るんで、そこそこ、うん、でキャスト切れを結構するっていう話は聞くんですけど、はいはい、やっぱりラインが細い方とか、はい、ドラグカチカチにしてるとかね、はい、でそういう時は割とずっとずっと投げ続けるとキャスト切れするんで、できたらちょっとドラグ緩めにするとか、はい、もうラインをワンランク上げるとか、はいはい、太めにするとか、はい、ってことはリーダーも太め。リーダーそうですね、僕は05やったら8ポンド8ポンド、うん、もうなかなか大概もシーバスも全然問題なく、はいはい、8ポンド、はい、2号ぐらいですね。2号ですね、はい、うわーすごいな。とりあえずシルエット出る白で変えてみますけど、はい、下からメバルがシルエットがワームの形が見えるというカラーですね。そうですね、はい、白、はい、潮がね、はい、かなり右に左から右に今潮が流れてるね。でそれに合わせ、もう当たった、当たった。あ、かなり大きいやね。メバルは結構アップで投げて、はい、ダウンに落としていった時に、はい、よく手を離してワームを流すのか、うん、ちょっと巻きながら引っ張ってくるのか。あのね、今あれやったら潮が緩い時は、はい、ある程度腹緩いです、はい、今すごい行ってるんで、ほとんどもう一頭吹けと突然でパンパンに張ってるんです。今ずっとテンションかけてる状態ですか。かかってますね、はい、もう、はい、うん、はい、とはいえ引っ張ってはないです、ね、引っ張ってはないです、はい、こう巻き取ってるわけじゃないんで、はい、それに合わせながらやるっていうのが流れにタイトにこうついていくような、これからフロートやりたいと右手と左手とどこにこう感じながら手こう、まずね、今僕こう竿をまっすぐやってるんやけど、はい、ちょっとこう横にしてもらった方が、はい、竿を横にね、はい、潮の抵抗よく分かる、分かるんですね、うん、あんま立てるよりもちょっと横にして、そうですね、こうよね、はい、横にして、でまず
これも一つのアクションになるんやけど、はい、こうずっとこのままでいくのもいいんですけど、たまにこうやると、はい、ずっと引っ張られますよね。引っ張るから、はい、それでテンションがかかる。で、ここにかかってるっていうのが分かる。はい、はい、はい。これも支えになるんですよ、はいはい、スイッチアップで、はいはい、これ動かすことによってワームがちょっとこうバランス崩すんですよ。一定にこうなってるところが、はいはい、こうやるとちょっとまあヒールでやるよりもちょっとこう引っ張ってあげて、竿でサビ感じ、サビ感じやっとテンションかけやすい。そうそうそう。で、今もうちょっと緩なってこうテンションだけ抜けるみたいな、はい、もうちょっと奥がやっぱ潮がいってる。ああ、そうなんですね。いきますよ。できるだけアップが、まあ、左になると思って。あ、そう、すごい。で、まあ、テンションかかってる状態。今、これで。そうですね。今、テンションかかってる。絶好の釣り日和だよね。はい。もう1回ですのに、5秒ぐらいかかってますよね。ゆっくりですよね。そうそう、ほんと巻くっていうより、はい、うん、結果もう、まあ、吹けてはないんだけど、はい、ちょっとこう、まあ、ほったらかしするよりほったらかしたらゆるゆるになりますよね。そうですね、ある程度張らず緩める。これもう完全にテンション変わってる。釣り方で言うともう、うん、ジグヘッド単体とはやってること変わらんですか？ほぼ一緒です、ね。まあ言うたら、はい、フロートとジグヘッド、はい、ただジグヘッド単体よりもこれやるとね、うん、潮を受けてる感覚ってすごい分かりますよね。でもラインもラインでも潮を受けてるんで、はい、すごい潮は感じれると思うんですよ。潮を感じて釣らなあかん釣りですよね。そうそうそう、はい、潮の筋にやっぱり魚絶対つくんだ。餌はやっぱり流れてるんで、はい、うん、なるほど。このテンションをしっかりかけてテンションかけて、はい、ちょっとフロートもう一個飛ばすやつ書いてます。 あるんですね。どうですか、これちょっと潮が見に投げた方がいいですか？右流れること考えたら。そうですね、結構潮行くんで、うん、そうすれば相当右行きますよ。相当右行くでしょ、うん、おっと、怖っ。よっしゃ、馴染むのもあって、あんなわーって当たるとると思わなかった。ちょっとびっくりしました。あ、田さんはそのスイープな感じ、そのあんまり当て合わさない。はい、僕、はい、ちょっとあの柔らかめの釣りします。柔らかめ。はい。ちょっとハードですかね。はい、あの裏からちょっとビビリって言われる。いやいやいや。ああ、微妙に塩かかったかも。左行ってますね。あ、本当ですか。うん、大きいがそうなのかな。あ、もうちょっと引きが始まってるかもわからないですね。ね、まあ、うん、ヒット。マジかも。お、お、久しぶりやな。来ましたね。来ましたね。これ多分メバルや思うやね。いや、メバルでしょ。あ、もう意味あるじゃんこれ。やばいやばいやばい。バラさん取ってくださいね。バラさん取ってきますよ。はい、やった。よいしょ。おお、ええ目だね。これやばい。でっか。テンション上がる。これ千段のポテンシャルですね。これ大きいんじゃん。大きいですね。今はさっきの白のいやシルエットのチャートに。これチャートです。グローですか。グローチャート。グローチャート。うん、あのグローチャート当たりますか。高田さんのご指南で。いやいやいや。すげえ、ね、釣れましたね。でっかー。でかいね。はい、釣れました。ありがとうございます。久しぶり。シーズンによっちゃし、もっとね、沈めるといい場合もあるけど、はいはいはい、この春先、これからは、はい、やっぱりどんどんベイトもあって、はい、浮いてくるんで、はいはい、もう本当に片腕、ここまで、はい、ジグヘッド持って、はい、この辺ぐらいまでの、はい、長さで、はい、大体60センチぐらいかな、はい、これでも固定してしまってやると釣れますね。だからシーズンでもマックス水面から60ぐらいまでってことですかね。そうですね、もう、はい、びっくりするほど浅いです、はい、あの、はい、でこのフロートからジグヘッドまでのレンジに、はいはい、あの
ワームを漂わせるっていうのでもうメバルはそれでスイッチ入るんで、うん、食ってくるんで、ね、はい、それをまあキープするようにうまくあまり早く動かさない、うん、あのこう引っ張っちゃうと潮の流れから外れるから、はいはい、そのちょうどずーっと一筋にずーっと流していくようなイメージですかね。潮にこう流れてるところに流していく、うんうん、こんな感じ。そうです、もう流れていくままにこうじーっと。めちゃくちゃ遅いですよね。あでも今日早かった、今日早かったですよ、こんなやったんですよ。であれが潮自体が早すぎると、はい、やっぱ当たりもらえない。ジグヘッドの重さは、っていうのが 0.6 であったり 0.8 であったり、基本はね 0.4 0.4 いってでええぐらいなんですけど、今日はちょっともう途中で荒れたり、はい、風吹いたり、はいはい、多分なんかそのリーグが滑っていってるような感じ。多分最初釣れた時はちょうどええ感じやったんですよ、はい、あれ0.4ですか。 0.4 です。へえー、そういう風でやったでしょ。はい、でなんか知らないの急に、はい、いやだってもう風がなんか風吹かない、やそうかな、はい、すごい風吹かない、嵐、はい、頻繁に変えてありましたもん。0.6やったり0.8やったり、イラチなんですぐよく変える。そういうことなんですか。そうす、いやいや、まあまあイラチこれのがええかなとか、はい、いろいろ変えるの面白いじゃないですか。はい、フロートでも沈まなかったでしょ。はい、横に引っ張る力が強すぎるんで、風が少なくとも下に使ってる時間が多い方がいいかなっていう考えで0.8にしたんだけど、で0.4だったら多分こうなるから、はいはい、浮いてきますよね。ここをこう引っ張られて、で0.8の方はまだレンジをちょっとはキープできるというか、でそこにもしおったら食ってくれるかなと思って。さっきも言ったんですけど、糸ふけ取るだけってことは、うん、こんなんもしないですか。全然たまにやります。たまに無意識にやってるやん。無意識にイメージはほとんど動かさないから、はいはいはい、ラウンドロック 0.6 グラムですね。0.6 ですね。はい。でワーム、すみません。ワームが、これがギムレットの。ギムレットエバグリーン。エバグリーンですね。はい。グローチャートです。これ2インチぐらいですか。グローラインかな。2インチですか。これグローピンクですか。いや、グローじゃないです。これノングローの。ピンク、うん。ソリッドで。ギムレット。ソーセージですね。はい、ほんまソーセージみたいな。ソーセージなの。はい。うん、出てきました。右面投げる方がいいかもわかんないですね。はい、塩ほんま動いてないかわかんない。風で持っていかないでしょこれ。あとも来た。そんなに大きくはないですけど、続き上げます。もうないですよ。あ、でも悪くはないです。ちょっとワーム映らない感じ。ちょっと小ぶりですが、どんな感じですか。とりあえず糸ふけ取ってって後に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。やって糸ふけ回収して来ました。ヒット、僕なんかも最初釣れた時にどうしてもちょっとビビるんで、あんま潮と逆の方向に引っ張らないんですよ。釣れた時こう潮の方向に引っ張っていくんですよ。竿、うん、立てる感じですか、どっちですか。いやだからまあ今言ってるように潮にあの喧嘩させるとやっぱり向こうも頑張るから、はい、こう流し、はい、しんどくなりますよね。だってこっちに引っ張られてるのにこっちに引っ張って魚こっちに逃げてるのってもう、そうですよね。やっぱりパワーのあるやつは向こうも負けやんとこ思ってもうガーって必死になるんで、はい、向こうも潮に乗って逃げようとしますよね、やっぱ強く、うん、だからこうやって引き出してあげた方がいい、 方がいいってことですね、うん、ああ、よかった。撮影なんか潮がすごい左にめっちゃいい。ちょっとね、大きく浮いてるかも。なんか糸が、うん、わーってなって、ね、ちょっとこう、そういう時は下に向けてラインが水に浸かるぐらいにしてもらう。来た、よし、ナイス、接着芯で来ましたね。はい、出てない。おー、グッド。
重たいの買いました。あ、いいじゃないですか。 0.9 になります。おい、釣れました。ちょっと糸がめちゃくちゃ熱いです。いいサイズですね、はい。ちょっと風強かったんで、うん、竿をあの豊さん言われたように下に上げて、下で、これちょっと重たくしました。僕ちょっと豊さんはテクニックないんで無理です。で、先 0.6 もらったんですけど、はいはい、0.9 に変えて、重たいので沈めて、うん、あといきました。ナイス、はい。今日はオス作りやります。この一番でかいのがテロニスさんが釣りました。これ、トロニスさんがより目がでかいです。目でかかったし、結構長いことアゴにおる人です。目の大きさっていうのは、はい、体ほど急にわーって大きならないんです。目が大きいのは、徐々に大きなっていってるんで、長いこと生きてる。長いこと生きてる。はい、同じサイズでも。そうです。どっちがうまいとか別にないですどうでしょうね。まあ、どっちも美味しいと思います。イラも先ほどします。いわゆるこれ、このトゲを手怪我するんで、もし調理パスになったらここ先落としておいてください。落とします。で、鱗を落とします。縦にやると鱗が飛びにくいです。でですね、豊二さんがおっしゃってました、この包丁の裏でこそいで黒いのを落とすとやります。これで黒いのが出る。ちょっと汚れた今、これここ黒いの、これ3枚で下ろします。これでアラゴミを取ります。カボネを取ります。で皮を引きます。お、パリパリになった。水今冷たいんで、いや美味しそうやな。美味しそうですね。すごい。やっていきます。トヨニスさんに教えられてチャレンジしてみました。メバルのオス作りです。完成です。まだ時期6月ぐらいまでいけますか。メバルですか。はい、メバルはね、実は一番いい時期は梅雨です。あの7月、そうですね、6月の末か7月ぐらいの辺の、うん、今度ブルバックって言ったら、はい、ご存知だろう、このメバルが回遊してくるシーズンになって、はい、もうちょっと南の方行ったらそれのもうすごい、うん、でもパワーが違う。それプラグでもできるんですか。プラグでもできるし、うん、フロートでも。そのもそう、次回プラグでできるんだ。これはちょっと、はい、なんか今日はできなかったんで。今日はできなかった。今日は短い時間でした。今日はちょっとチャレンジしたんですけどね。いや、ほんま逆に短い時間に連れてホッとしました。ほんまですね、あれ良かったですよ、あれね。あ、そうです。もうトレスさんのあれもちょっとびっくりすぎてよかったと思います。いやいやいや、はい、そうだね、連れてよかった。あまりありがとうございます。さあ、みんな踊ろう。 We are フィッシング。 We've got this thing as our own。